1枚ぐらいもしかしたら出るんじゃないかな、出てほしいなと思ったのが引けちゃいました。どうもトモハッピーです。今日の動画も100万円福袋開封 7days 5日目ということで、マジックザギザリングの100万円福袋開封していきます。本日はこちらのお店、どどん、ドラゴンスターさん。7店舗さんの中でこちらのドラゴンスターさんの商品が一番ね、大きい箱でね、届きました。しかも重量もすごい、未だかつてない重量。はい、何が出るのか開けていきましょう。ナンバー5は超大物。こんだけでかい箱で中身こう袋に入ってるのかどうかっていうのも楽しみ。こんだけでかい箱だったら袋に入ってた、袋入ってたとしたら袋も超でかいっていう。すごい重量感がすごい。ちょっとスライドさせるだけで、お、なんか長いね、お手紙のような、書類のような、書類か。令和元年12月5日、トマッピー様、この度はドラゴンスターの100万円福袋をご購入いただきありがとうございます。弊社スタッフが全力で作成させていただいたこの福袋は、マジックザギザリングで最もアイコニックな1枚のカードがテーマになっております。たくさんのアマチュアが入った宝箱の中に大中小3つのサイズのお品物に加え、宝箱の一番下にもおまけを入れさせていただいております。ご紹介も兼ねて次のページに各商品の説明を記入しております。動画にてご開封されるとのことで、開封の順番や中身の詳細などは完全にご一任させていただきますが、中身を確認されないまま開封される場合、一番小さいお品物から一番大きいお品物、その間の大きさのお品物といった順番で開封されることをお勧めいたします。また弊社の参考価格を載せましたが、市場流通があまりない商品がございますので、こちらも参考程度にしていただきますようよろしくお願いいたします。弊社全力の福袋を楽しんでいただけたら幸いです。トモハッピー様のますますのご活躍をスタッフ一同お祈り申し上げます。ケーグ株式会社 J フード外販営業部、マジックザギザリングスタッフ一同とのことでね。いやー、ドラゴンスターさん丁寧に、お手紙つけていただいてありがとうございます。はい、ということでじゃあ早速剥いていきましょう。すごっ、なんだこれ、うわこれは重いわけだ、入れ物が重い。なるほど、これか。じゃあこれちょっと切るかも。はい、もう取り出すの大変なんで段ボールカットします。おいしょ、ドドン、宝箱や、すごっ、いやすごい、ガチでガチモンの宝箱が出てきました。あ、でそっか、ここに、なるほど、さっき後ろについてた金のスティックが、紙の裏にこんなものが入ってたんで、これが鍵みたいですね。これで開いた、開きました、宝箱。なんか魚のね、デザインの可愛いカキちゃんです。宝箱をじゃあ開封します。アメちゃんが入ってるって書いてあったぞ。せーの、ドドン、ドラゴンスターって書いてますね。やば、たくさんのアメちゃんが本当に入ってる。アメちゃん、そしてタルキール覇王団のバッグがいっぱい入った宝箱。これタルキールいくつ入ってんだろう、すごいぞこれ。長谷部ちょっとヘルプ。はい、これさっき言ってたね、3つのうちの1つかな。はい、すごいすごいすごい、なんかドライカルパス辛口出てきた。すげえ、こんなのまで入ってんだ。タルキールちょっと救出してか俺。タルキール5、6、全部タルキール羽織ったのバッグ7、8、ワンボックスぐらい入ってんじゃんこれ。9、10、11、12、カズベカルパス係。はい、カルパスいくつあるか数えて。
これ硬い硬い、なんか小さくて硬い。お品物、これお品物だ。金色、お宝。あ、金塊ですね、金塊。あ、あった金塊。これこれ一番小さい金塊だ、お品物。え、これここまで全部飴とパック、やば。いや、さすがだよ、ドラスカさん。やっぱりね、遊び心がすごい。これ、あ、出てきた出てきた。36パック目、カルキラハオタン。いいセットなんだよな、これ。はい、いきます。せーの。おー、ちょっと当て方悪い。おー、重てぇ。めちゃめちゃ重てぇ。すごっ。あ、まだまだある。全部ね、中身出して整理したんですけど、こちらね、まずタルキールハオタンが36パック、ワンボックス分。あとは、こちらのね、これ、こちらの 10% 増量ドライカルパス、お酒のおつまみにはもってこいのね、こちらが10本、 10% 増量が10本ということだよね。ありがとうございます。はい、で、そしてこちら重っ、はい、数え切れないほどの飴やガム、いちご飴、パイン飴をベースに、こういうね、昔懐かしの四角い箱に入ったね、丸いのがいくつか入ってるガム。はい、懐かしい。これなんかもういろんな、とにかくもういろんな飴とかガム山ほど、1年かけても食べきれないんじゃないかなっていうね。はい、これなんかの動画で使えないかなとかちょっと考えてみます。はい、そして、お手紙に書いてあったね、お品物、こちらがね、大 A4 ぐらいのサイズかな、大。そして、シュート、これ最後に向いてほしいって言ってましたね。はい、シュート。そして、ショート、かなり小さいですね。これカードじゃない、カードじゃないんじゃないかなっていう小ささ。はい、そしてね、お手紙の中にもあった宝箱の一番下のおまけ、こちらについてはね、全然おまけじゃないよみたいなものすごいものが入ってたんで、こちらがね、最後に紹介します。素晴らしいものが入ってました。宝箱とアメちゃんとカルパスと、まあ、おまけと、あとタルキルハオタンワンボックス覗いたら、ほぼほぼね、この3つで、まあ、100万円近く分のね、商品ということで。さあ、いっちゃおうか。おすすめ順は確か一番小さいお品物がおすすめだそうですね。じゃあこちらいっちゃいます。なんだろうな、なんだろう、なんだろう、どどん。おお、すげえ、これ、これあれだ、え、すげえ、初めて手にした。こちら、ブラックロータスのカード柄スリーブ、これ知ってます皆さん。激レアアイテム、激レアアイテムで、確かね、僕の記憶によるとこれね、売ってないですよ、まず売ってない、非売品です。裏面ブラックロータスのカード柄、そして表面、まあ、真っ白と。で、これ非売品で、確かね、これウィザーズ・オブ・ザ・コースト社、マジックを作ってるメーカーさんの社員さんがもらえることがあるだけ、流通の元がそれだけみたいなアイテムだったと思うんですよね。新品のまま一部取っておかれて流通じゃないと、流通しないんじゃないかなっていう。これどれぐらい価値があるもんなのか、初めて手にしたんでね、仕入れたこともないし販売したこともないっていう商品なんで、おそらく50枚入りかな、50枚か60枚入りのパックが2パックと。すごいな、これは激レアですよ。どこのブランドのスリーブかも分かんないし、なんならこのね、印刷のきめ細やかさ的にね、民間でこう勝手に作られたっていう品ではなさそうなんですよね。この印刷がもう解像度が細かい、きめ細やかなんで、これはね、オフィシャルのあのやつだと思うんですよね。はい、ちょっとお手紙のね、一番最初は小さいお品物の説明だったと思うんで、ちょっと読んでみましょう、せっかくなんで。一番小さいお品物の中身につきまして、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社員限定スリーブ、未開封2パック、ブラック・ロータスのカードそのものを印刷したスリーブです。ワンセット50枚入りの未開封のものを
2セット用意させていただきました。配布時期は不明で一部のウィザーズ社員が作成配布したという触れ込みですが、どの程度作成されたのかは不明です。で、この商品に関してはウェブ上では全くソースがなく、製造された経緯が秘匿されている商品です。参考価格1セット5万円ということで書いてます。1セット5万円これ5万円ということで、確かにこれはね激レアアイテムなんですよね。パックに入った状態で僕見たことないです今まで。よく出てきましたねっていう、こんなのこれすごいな。で、大きいのは次開けてくれって書いて、大きいのこちら、はい、こちら開封してみたいと思います。これなんだろうな、大きい、ほい、はい、こちらはドドン、こちらはブラックロータスのイラストプリント、コ・クリストファー・ラッシュ先生のサインが右下に、左下にシリアルナンバーが入ってます。これだから100枚しか印刷、100枚しかイラストプリントされなかったってことかもしれないですね。すげえ、100分の59って書いてある。イラストプリントじゃないのかなこれ、もしかしたら複製アート、どうなんでしょう。ちょっとお手紙読んでみます。一番大きいお品物の中身につきまして、100枚限定ブラックロータスリトグラフかっこアーティストサイン入り、ブラックロータスの原画アーティストであるクリストファー・ラッシュ氏が生前100枚限定で作成されたブラックロータスのリトグラフです。作者がすでに亡くなっているためサイン付きのものはこれ以上配布されることがなく、マーケットにほとんど出ることはありません。参考価格レアすぎるため市場価格が不明、販売額は25万円ほどを想定と書かれてます。確かにね、100枚限定のブラックロータスの中の1枚、これはもうものすごい貴重ですよね。確かにブラックロータスね、やっぱ綺麗ですねイラストね。ということでブラックロータス、リトグラフ100枚限定のうちの1枚でした。そしてこちら、真ん中のサイズの星のもの、こうねハードなねコレクション用のケースにカードが入ってる感じなのかな。そしてこの流れはということでね、向いていきます。もうやっぱりカードですね。カードがもう分厚いコレクションケースにカードが入ってます。そしてじゃあこのままいっちゃいましょう。はい、たったね1枚だけ封入されてたシングルカード、こちらはででん、ブラックロータス出ました。ブラックロータス、ブラックロータス、ドラゴンスターさんありがとうございます。出ちゃいましたねブラックロータス。こちらはマジック・ザ・ギャザリングでね最も有名なカードです。マジックの中で、そうお手紙にもあった最もアイコニックなマジックを象徴する1枚、これがブラックロータスで、最初に出たね1993年のマジック・ザ・ギャザリングアルファ・ベータからも登場してるね、最も強力と言われる9枚、パワーナインの中でも一番強力、そして無色で使いやすい、ブラックロータスです。もう効果はシンプル、ゼロマナで使えちゃって1回だけね3マナ出せちゃいます。こちらね、状態ね、状態結構いいなこれ、あすごい良さそう良さそう。ちょっとこの右下の白掛けがなければかなりもう綺麗な部類なんですけど、ゼロマナで場に出せて好きな色3マナ出ちゃうっていうね、超強力カードです。そして最も有名なカードです。こちらねアンリミテッドブラックロータス100万円福袋でね想定される当たりの中で最も大当たりのカードがこのブラックロータスなんじゃないかなと個人的にはね思います。今回ねかなり個性的なね福袋が皆さんから届いている中で、なんか1枚ぐらいもしかしたら出るんじゃないかな、出てほしいなと思ったのが引けちゃいました。はい、そんな感じでちょっと説明もせっかくなんでね丁寧に、ご準備いただいたんでこちらも読んでみたいと思います。中ぐらいのお品物の中身につきまして、アンリミテッド版ブラックロータス SP、当然ここまで来たらお分かりでしょうが、
私たちがマジック・ザ・ギャザリングにおける最もアイコニックなカードだと思う1枚をご用意させていただきました、ブラックロータス SP の参考価格109万円ということでね、はい、SP っていうのはスライトリープレイドと言いまして、まあ、少しだけプレイドっていう感じの状態ですね、簡単に言うと。で、はい、お待ちかね、これは全然もうおまけじゃなくてすごいよこれっていうね、トラスタさん的にはおまけとおっしゃってた品がこちらになります。ドドン、はい、こちらドラゴンスターさんの MTG 専門店2020年夏頃オープン予定ということでね、ドラスタさんの MTG 専門店、新店オープンの告知です。おめでとうございます。ついに来ましたね、ドラスタさんの MTG 専門店ですよ。ちょっとね、まだ現状のオープンまで期間があるイメージレイアウト図なんで、いいのかな、これ公開しちゃっていいんだな、おまけで動画用の福袋のおまけが入ってるってことはいいんでしょう。はい、めっちゃハッピーなニュースですね。プレイスペースなんと128席プラスレストランも併設ということで、ビッグニュースですね、ビッグニュース出ちゃいました。ドラスタさん MTG 専門店ハッピーついに来た。いや、これね、あの前々からこういうお店やりたいんだよねって社長にお話は伺ってたんですよ。はい、そしてこちらご注目ください。ソフトドリンク300杯無料付きデュエルスペース1日貸し出し券トモハッピー様専用ということで、こちらいただいちゃいました。やば、え、ドリンク、ソフトドリンク300杯とデュエルスペース1日貸し出し券ってやばくないですか。スーパースペシャルじゃないですか。な、どんなのをしようかな、マジックザギャザリングパーティーできちゃうってことやな、ソフトドリンク無料券付きで。もしかしたらなんか、もしかしたらアルコールメニューなんかもね、追加でお金出して楽しめちゃうかもしんないし。で、すごっ、で、写真はイメージですと、こんな感じで、まあ、なんかね、食事も食べれるよっていうイメージもついてますね。はい、で、プレイスペースで、こう、プレイスペースあるよっていう、あるよどころが、このレイアウトイメージだと物販控えめで、ここ物販、物販控えめで、もう128席とレストランっていう、すごいな、これはね、すごいですね、出ちゃいましたね、ビッグニュース、嬉しいですね。マジック専門店ハレルヤ以外でもね、かなりスペシャルそうなマジック専門店がね増えるっていうことが僕は嬉しいです。これめちゃめちゃ盛り上がりにもつながるんでね、やっぱりこうマジック・ザ・ギャザリングだけのスペシャルな場所があるっていうのはやっぱり特別感につながっていくと思うんで、まあ、これもちろんそのデュエマでも遊戯王でもそれぞれにあるといいなと思ってるんですけど、タイトル一つだけのねスペシャルな場所っていうのが増えれば増えるほど、まあ、盛り上がりやすくもなるのかなって僕は思って、うちも出店していってるんですけどね、世界に一つだけのねトモハッピー用のね特別福袋からのさらに特別なチケット付きということで、いや本当にありがたいですねこれ。いや素敵な、世界にね一つだけのアイテム、ありがとうございます。いや、そして僕はこれは嬉しいですね。いやビッグニュースだこれは。はい、ということでドラスタさんの2020年今年のね夏オープン予定の店舗続報をぜひご注目ください。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。もしこの動画面白かったっていう方はぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そして特別福袋ご用意くださったドラゴンスターさんもぜひねチェックを概要欄からお願いいたします。というわけで、今日もトモハッピーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。